あれをもう見ちゃったら、もうこの3年の思いが強いんだろうなっていうのが本当感じます。苦しみ抜いた3年ちょっとだったと思います。内藤大輝、それを全て吐き出す時です。おー、ローキック。そして、宮城大輝さん、はい、どうですか、自分もバンタムの第4代のチャンピオンでありました、はい、その流れでこの天心選手もね、バンタムのチャンピオンでありました、はい、ライズのそんな後輩が戦っています。一言いただけますでしょうか。例えば3年前とお互い体つきも全然違いますし、はい、お互い情報もなかったところを3年間でお互いの弱点だったりいいところを多分知ってるんで、はい、テクニックが見れる試合だと思いますね、はい、もうすでにそのテクニックが披露されています。あ、そして熊子さん、スピードやっぱり今日もありますね。天心はそうですね、楽しみにしてますよね、天心選手、まあ、今日はね、気持ちだけど気持ちを持ちたいってことですよね。強いパッチ踏み出してきます、はい、そうですね、ボディブローから上、これが生天心です。まず左ストレート、いや左ストレート走ってもすごいですね。今田さん、はい、いよいよ真打登場という形、那須川天心やってきました、はい、もちろんもう勝利は信じてますけども、どんな試合を見せてくれるのか、はい、どんな風に勝ってくれるのか、もうそのことしか考えてないですね、はい、武蔵さん、はい、対戦相手のことをご存知なんですよね。そうですね、僕の弟でしょ、いろいろ情報をくれたんですけども、はい、かなりハートも強く、そしてスピードもテクニックもあるということを言ってたんで、油断できないですよ、はい、はい、共にサウスポーに構えています。岸さん、はい、入場の時の那須川の表情ご覧になってどうでした。いや、めちゃめちゃかっこいいですね、本当に自信に満ち溢れたというか、はい、はい、フェデリコ・ローマ選手、ガード高いですね、やっぱりパンチのカウンター、左ストレート、これはダウンではありません、スリップです。パンチのカウンターをやっぱり意識してますね、高めのガードです。かなり警戒してますね。でもね、このガードを那須川はどう攻略するか、左、失礼、右のジャブをついていきます。ボディー、ナイスボディー、すごいボディーですよ。すごい音がしました。那須川天心のために用意されたとも言われますが、決してこれは安心できないトーナメントです。左出しました、強豪揃いのトーナメント、一番不安がっているのは那須川天心本人かもしれません。左ボディーを出しました、ナイスボディーですよ、はい、ボディーから顔面、左ストレート、膝、ハイキック、仕留めに行くか。第1ラウンド、今田さん、もう積極的に行きますね。行きますね、もう隙があったらもう1ラウンドからでも全然倒す気ですね、はい、
いや武蔵さん、この勝負どころをとにかく那須川は逃しませんよね。そうですね、やっぱスピードありますよ、はい、スピードあるんでね、もうここがチャンスだと思った時にはもう畳みかけますね。はい、はい、ボディ、左ボディから膝を出します、コーナーに進める、膝、チャンスありますよ、何度か那須川にチャンスが早くも訪れています。第1ラウンド、まあでも武蔵さん、このローマという選手もなかなかの手強いと聞いてますけどね。そうですね、実際にイグナシオ選手のセコンドで生で那須川選手の試合を見てるということで、はい、やっぱりもう何をすればいいのかっていうことをちゃんと分かって練習してきてると思うんで、はいはい、まず攻略法をちゃんと練習してきてると思いますね。そうですか、はい、残りが1分を切っています。第1ラウンドです。まあでも今田さん、はい、ここまでは那須川ペースです。ナイスボディですよ。そうですね、はい、ロキック、ナイスロー。やっぱあそこまでガード固めるとなかなか攻撃に移れるのかなっていうのはちょっとあるんですけどもね。ただ KO 率の高さがやっぱり、はい、逃げ出しました。やっぱり多分一発が強いんだと思うんで、カウンター、逃げ出しました。クロス左、そしてローキックを支えていきます那須川です。攻撃が流れるようにつながっていきます。いやでも岸さん、本当に大晦日の一番があって、いろいろね、コンディション心配する声もあったと思うんですけども、はい、そうですね。でもなんか本当に天心選手のパンチやキック一つ一つがもう渾身の一撃みたいな感じに見えるので、はい、ちょっとこのまま頑張ってほしいですね。そうですね、はい、倒せる破壊力を持っています。残り時間がほとんどありません。第1ラウンド終盤、スピードという部分で、ここでゴング、第1ラウンドが終了。天心の方がやっぱり分がありますね、はい。さて1ラウンドが終了しました。武蔵さん、はい、那須川優勢と見えるんですけども、どうでしょうか。いや、那須川選手のやっぱりいい攻撃が目立ちましたね、はい。まあ、どちらといえばまだローマ選手はガードを固めて、はい、まだしっかり相手を見てるという感じだったんで、はい、反対にこの那須川としては2ラウンド何か注意すべき点はありますか。そうですね、やっぱしっかりガードを固めてまだ決定打を与えれてないんで、はい、まあ、早い攻撃の中でローマ選手がポンと打ち返すのにを何気にもらわないようにしないといけないと思いますね、はい。倒すことに夢中にならない方がいいと思います。そうですか、はい、1ラウンドどう見えました。いや、やっぱりその1ラウンドはやっぱり様子を見て、1ラウンドでは絶対倒されないぞっていうガードの固め方かなと思ったんで、この2ラウンド目からどういう戦いに変えてくるかですね。なるほど。さあ、その2ラウンドが幕を開けました。互いにサウスポーです。そうですね、やっぱパンチを出してきてるんで、スリップです。那須川左のキックを出しました。距離を測っているローマ、打ち終わりローキックです。すごい音、武蔵さん見えてますね。那須川見えてますね、よく相手見えてますし、はい、的確にカウンター返しますよ。見えてる、すごい。どっちかというと見えない角度から打ってるんですよね、今みたいな。そうですよね、普通だと。今田さん、どういうこの感覚をしてるんでしょうかね。右フック、いい攻撃です。はい、アッパー気味に打ってきました那須川。いわゆるセンスと言いますか。いやでもやっぱファンとしてはね、ボディ、ナイスボディですよ。はい、膝、さあ膝で出てくる那須川、ボディ左から右と出します。ジャブをついてくる今田さん、このジャブからもいいですよね。いい勝負どころ。さあリードパンチからジャブをついてから、すごい、よく見えてますね。よく見えてる、本当にメイウェザーが乗り移ったかのような、そうですね、ボディ打ちとパンチの強さですね。確かにいろいろあの試合からは盗めるところがあったということを語っています。文字通り何かこう戦いの中から得得したメイウェザーのテクニックを盗んだのでしょうか。いや本当にパンチバックスピンもらわないですからね、はい。フェデリコロマ選手もでもハート強いですね、全然折れないですね。そうです、やっぱり一発で倒せるっていうそれだけはあるんでしょうね、自信は。出てきます、ローマ出てきます。あー来た。いやでも本当に武蔵さん、はい、あーボディ、いいボディですね。はい、鈍い音がしました。いや強い武蔵さん、本当に那須川のうまくこのジャブ当たってますよね。いやもう本当にガードを固めてるんで、はい、このジャブが、多分ローマ選手にとってはすごいジャブだと思うんですよね、はいはい、だからボディとか有効打が決まるんだと思います。なるほど、はい、
牽制のようにもビュンビュン飛んできます。那須川のジャブ、おー、いいアッパー、ワンツーと出しました。早い、うわー強烈。いや、キーさん本当にスピードがすごいですね。めちゃくちゃ早いですね、はい、左ストレート、残り30秒切ります。顎が上がっています。ローマ、いや、このジャブが相当ローマたちには邪魔だと思いますよ、はい、いや、もうジャブ地獄です。完全にジャブ、あー、どうしないでくれ、回転切り、もともとは空手少年です。タイミング合ってますよ、はい、バッチリのタイミングでしたね。いや、今田さん何かこう見せますよね、やっぱりね。いや、でもやっぱあそこでもう一回冷静にジャブを打てるっていうのが、この那須川天心のすごいところだなと思いますね、はい、このジャブ、そして前蹴り、いや、ここでゴング、第2ラウンドが終了です。いや、でもすごい心が折れないんで、どんどんローマも出てきますよね、前に出てきてるんで、はい、決してこの繊維は失っていません、はい、出てきます。ただこの出てくるところ那須川のジャブ、バリエーションご覧いただいています。ただ本当に攻撃のバリエーションが本当にもう無限にありますね。この膝も当たってるっすよね、あれ、いや、何がどう来るかもう分かんないですよね。もう上から下から全部散らされてるんで、はいはい、何かこう那須川は相手がやることを全部事前に知ってるような、そうですね、やっぱ目がいい、もう天才的に目がいい、はい、しかしもう何をするしてくるのかっていうのを全部読んでます。そういうことですよね、はい、いや、改めて岸さん、この回廊と言われますけど、那須川の能力、はい、驚きですよね。いや、もう本当にびっくりしますね。ラウンド3ファイナルラウンド、さあ最後のラウンドです。最後のラウンドは膝、飛び膝を出しました那須川。あ、でもこのラウンドからあのローマ選手出てくると思いますよ、はいはい、かなりこのプレッシャーは強いローマです。前に前へと出てきます。その動きを見切っているか那須川天心、まあ、一発当てると分からないですからね、はいはい、本当にその怖さありますね、はい、KO 率は 50% を超えています。南米からこの一攫千金、日本にやってきましたローマ、狙ってますね、ボディ打ちます、ローマ選手狙ってますね、あーっと左、これはダウンだダウン取りました。蹴り足を掴む形で左ストレート、今考えましたね、はい、もらってしまいました。立ち上がったローマ、さあ膝仕留めに行く左、あ、さあローマ選手カットしましたね、固める片打ちだ、さあ顔面をカットしたローマ、ローマ選手カットしましたね、はい、右目ですね、そうですね、はい、右目の当たりをカットしている、さあ血に染まっているローマの顔面を容赦なく襲いかかる那須川天心、止めたタイムストップです。これはドクターチェックが入りますか、青コーナーフェデリコローマ選手のドクターチェック、ドクターチェックが入ります。いや、ただ今田さん、これだけカットがあっても、はい、あの出てくるこのローマの闘志というのも見上げたもんですね。いや、やっぱりね、どの選手もやっぱりこのトーナメントの、うん、やっぱり選手っていうのはみんな本当に心が強いですし、はい、もうすごいレベルの戦いですね。そうですね、あそこまで攻撃されてももう一切ひるまないですから、はい、かなりこれ傷が大きいですね、深いですね、大丈夫ですかね、もしかしたら止められるかもしれないです、ね、大きな傷です。眉のあたりまだやれるかな、大丈夫ですか、再開できますね、はい、こんなので終わりたくないでしょうね、ローマ選手も、そうですね、はい、さあ右のパンチを出します。ローマ正面から打ち合い、那須川も望むところ、ロープを背にしているローマ、まだ諦めない、決して諦めない、挑発する、那須川、那須川まるでメイウェザーのようだ、さあ挑発する、竜巻蹴り、ローマ立てない、ノックアウト、最後は竜巻蹴り、なんというファンタジスタ、格闘ファンタジスタ那須川天心、やはりこの男は神童だ。あの一戦を経てまた強くなった、また大きくなった。世界の強豪が揃ったライズワールドシリーズ、外国人たちを下して61キロでは日本人がいずれも決勝進出、そして58キロでは日本人の志郎が決勝進出、さあ日本人の強さを見せるか那須川天心、最後の枠に収まるか、スワキムとは今回は3分3ラウンドライズルールでの戦いとなります。さあ亀田さん、入場の時の表情をご覧になってどうでしょうか。
いや雰囲気ありますね、だいぶね、まあカリスマ性ありますよ。そうですか、うん、スターですね。これどういう試合をするかですね、うん、まあ、先月は亀田さんとの戦いも経験いたしました。一戦ごとに強くなる那須川天心。さあ試合がスタートしました。始まった、始まりました。いや品川さん、すごい緊張感ですね、うん、はい、そうですね、ミドルキックで入ります。スワキム、はい、さあ武蔵さん、はい、那須川天心、前回とはルールが違うというのがまず一つポイントですよね。そうですね、まあボクシングのスキルでは那須川天心の方が絶対上ですから、はい、このルールには非常に有利だと思うんですけども、はい、やっぱり同じ過ちは繰り返さないのが無敵のチャンピオンだと思います、はいはい、長いミドルを今スワキム選手も切ってますよね、はい、やっぱり距離を取りたいっていう作戦だと思います。スワキムは距離を取ってまずミドルを打ちたいですか。そうですね。一方の那須川天心としてはどうしたいでしょうか。じゃあこれはベイナーさんに伺いましょう。ワイパー、はい、ナイスパンチ。ボクシングの技術も上げてきてますし、もう今回階級上がって明らかに体つきが変わってるんですよ、パンチに自信持ってると思うんですよ、はい、倒すパンチに、でやっぱりパンチでうまくタイミングを狙って一発で仕留めようっていうところじゃないかなと僕は思います。そうですか。 KO を宣言していました那須川天心です。体つきが前と明らかに違うんですよ。前回は 55.7 キロの契約体重でした、この変化というのは何か試合には影響しそうですかね。すると思いますね。やっぱり一発一発の重みが絶対変わってくると思うんですよ、パンチが、はい、ローを蹴ってきます。スワキムです。マスカは左、ハイキック。マスカは左のパンチです。よう見えてますね、うん、そうですか、うん、もう3回左ストレートです。左、いやタイムストップです。肘が出ました。スワキムの肘が思わず肘を打っちゃいました。あ、はい、流れの中で肘打ち、まあ、普段肘打ちをやってますからね。肘がこのライズのルールでは肘打ちは禁止です。減点とはなりません。まあ、それだけどうでしょうね、ベイナーさん追い込まれてるっていう証拠もありますかね。そうですね、今のパンチのまとめはちょっと焦ったと思います。いやでも本当にあの岸さん、入場から大阪のお客さん大盛り上がりですね。いやもうみんな立ち上がってた、うん、ペンライトみたいなの初めて見ました。あ、そうですか。格闘技を見るファンの応援の仕方も変わってきました。左ストレート、大きく、うん、ナイスよね、うん、ボクシングすごくいいですね。あ、そうですか。選手のボクシング技術が今回に向けて上がってるって話だったんですけど、それ以上のスピードでボクシング技術選手たちも上がってるんじゃないかなと。とにかく一流と対戦してきました、うん、亀田光輝さんとの対戦もありました。まあその中で右アッパー飛んできた。さあスワキムのパンチです。三沢さん今一瞬危なかったですね。左、はい、やっぱ倒そう倒そうという、はい、意識しすぎると、はい、やっぱり力み打ちしちゃうんで、はい、その時に軽くでも勝負するパンチが当たると、はい、逆にすごい効いちゃいますから。なるほど。もう逆に力抜いて、はい、タイミングを測った方がいいと思うんですけど、はい、ボディストレートで終了しました。さあ1ラウンド終わっての印象、亀田さんいかがでしょうか。いいんじゃないですか。落ち着いてねできてると思いますよ。クリーンヒットも当てますし、はい、やっぱりスワキム選手もね、やっぱり強いですね。那須川天心のパンチ、何かこう気になったパンチありましたか。やっぱ左が上手いですよね、うん、ストレートが。左ストレート、うん、左ストレートだけで右足を掴んで当てたシーンです。今のが肘当たったシーンですね、はい。セコンダーセコンダーセコンダー、かなり苦しめられました那須川天心。試合は勝ちましたが反省が残った。そして試合は第2ラウンドへと向かいます。第2ラウンドの始まりです。まあベイノワさん、3分3ラウンドですからね、はい、スワキムがそういった組み立てどこまでしてくるかですね。そうですね、前回と全然もう本当違う相手とやるくらいな、はい、体重もルールも強さも、
お互いに違う相手とやるようなもんだと思います。右を蹴ってきます。左ボディです。ボディ距離を測ります。スワキン入ってきない。お左ボディ、そして右で返しました。野崎さんいいですか、今のは。今のボディいいですね。ジャブをついてきます。確かに。お左、品川さん、はい、那須川のパンチがよく捉えてますね。そうですね、綺麗に入りますね。はい、おハイキックボディ。あとやっぱあの高さまでのハイキックがすごいスピードで上がるから相手がミドル蹴りにくいんだと思うんですよ。はい、空手のハイキックというか、もともとその極真でやってた松川選手選手だったので、はい、近い距離から蹴るんですよね。大きく蹴るような見えたような蹴りじゃなくて、近くから見えないような角度でハイキックを蹴るので、あれ見えないですよ。あ、スワキもらってしまうわけですね、はい、左のパンチが当たっています。那須川です。前蹴り掴みました那須川。しかもあれ体倒すから相当重たいですよね。そうですね、うん、近い距離からでも重く蹴れるので。なるほど、クリーンヒットしたら倒れると思います。やりストレートです。師匠も興奮してずっとファイティングポーズで見て。そうなんですよ、本当だ。思わず体に反応してしまうという。師匠、この試合の緊張感ご覧になっていかがですか。すごいですな。おミドルキック、まあ、師匠にも伝わる凄まじい緊張感です。ナスカーがパンチを当てています。左ボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ。亀野さん、この時間でかなりあのボディが伸びましたよ ね、 ね、ボディいいですよね、はい、うん、ボディストレート、これ綺麗に入っている要因としては何でしょうかね。いや、上のパンチしっかり当ててますからね、はい、ストレート、うん、意識上に行ってますね。なるほど、右フック、ハイキックが近い距離入ると思うんですよね。はい、スワキムが出てきました、うん、逆にスワキムが今ちょっと距離を詰めてきてますね。打ち合いに戻ってきてるので、ちょっと焦りがあるのかもしれないですね。うん、はい、プレッシャーをかけてきました。前に出てくるスワキムです。ナイスガードを固めています。スワキムガードを固めて前に出てくる。ミドル、ある程度顔面にパンチを当てているから、このボディ、見事なスウェーです。那須川のスウェー。いやー、亀田さん、今のディフェンスいかがですか。ね、見えてますね、しっかりと。そうですか。ここで第2ラウンドが終了です。さあ、第2ラウンドが終了しました。武蔵さん、このラウンドをご覧になっていかがですか。いや、那須川攻撃が良かったですね、うん、はい、まあ、そうだけ若干ちょっとアスリーがちょっと見えるというか、はい、どん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 前にできたのも、結果が取られてるという気持ちがあるからだと思いました。なるほど、はい、レイノーさんにはどう映りました。那須川選手動いてきたのはやっぱり余裕が少し出てきたのかなって感じはありますね。相手の攻撃が見えてきたのかなっていう。まあ、ボクシングみたいな頭下げる動き方だと、普通あの膝とか上がってきてちょっと怖くてできないんですけど、まあ、思った以上にパンチでくるので、そこまで考えて最初はよく見てたんですけど、もう動いて倒しに狙っていこうという考えもあります。いやー、岸さん、本当にあの倒すんだと宣言していますが、はい、それをなんとか達成しようというなんか強い意志を感じますよね。いや、そうですね、力強いなんかこう視線とかもすごいなんかこう意志を感じますね。はい、さあ、坂田師匠、最後のラウンドを迎えますけども、那須川天心に一言お願いします。すごいです。さあ、最後のラウンドが始まりました。最後のラウンドが始まっています。ああ、これはもう互いに力を出し合おうという。さあ、出てきます、打ち合います。おー、出てきた、スワキム、ミドル、今もらったな。スワキム右、右、スワキム右入ってる、膝、スワキム選手は、はい、天心のイランパンチもらいましたね。そうですね、あえて打ち合いに臨んできた可能性もありますね。はい、出てきました。これはこれはダウンではありません。スワキムが出てきました。最後のラウンドです。ミドルキック、足使っていきたいですね。足使って無理に打ち合いしなくてもいいと思いますけどね。確かにスタイルがありますからね、はい、これですから、亀田さん、もっと足を使って動いてもいいわけですよね。それが本来ね、はい、天心選手のスタイルですからね、この出入りね、うまく打ち合う必要はないというご指摘がありました、まあ、でも、ね、やっぱり期待されているのもあって、形容したいというのはあるんでしょうね。はい、相手をガードしている。ミドルで返す。天心もパンチを返す。左、ナスカー、飛ばし回転切り、浅
かったですね、うん、あカットしましたね、カットした、カットした、期待が切れた、かかと当たったんじゃないですか、かかとですね、かかとですね、そこでやっぱレイクってスタートすごいですね、ベイゴーさん、あれは出せないですよ、胴回し回転蹴りで切れましたか、そうですね、今の空手の、はい、技ですね、空手あ凄まじい大車輪キック、しかもどうなんですか、相当間合い近いから低めで回ってますよね、そうですね、全く見えないでしょうね、一瞬で相手が消えて足がそこに飛んでくるような感覚です、もらう側としては漫画みたい、これは完全な空手の技ですからね、はい、やっぱ空手出身者だから使える技ですよね、はい、ひらめきがすごいですね、空手の技の引き出しもすごいんですけど、戦績以上にアマチュアだったり空手のトーナメントとかもすごい戦績やってるんで、ここでこれ出すのかっていう技が本当出てきますよね、しかも出して相手がこれで額が切れるというのが、すぐ指示しましたもんね、あれかっこよかったな、切れましたよっていう、そうですね、いや分かってたんでしょう本人は、いや岸さん、はい、まるで漫画のようなシーンですね、いやもう本当にアニメでしか見ないようなシチュエーションばっかりって、本当にすごい技毎回見せてくださるので本当にびっくりです、深いかな、あどうでしょうか、気づくか、かなり大きいですかね、どうでしょう、止まる可能性が、うわあなんか止まらんか、すごい、亀田さん相当傷がこれ深いんじゃないですかね、結構深いですね、やらすか、あ終わった終わった終わった、終わりました、 TKO 那須川天心跳躍通り TKO 須賀キムを下して決勝進出、強い強い強い、さあ2人が向き合いました、大きなチャンスをものにできるか笠原優希、結果次第ではもう全てがひっくり返ります、下克上とは伝統的権威そして勝ち体系を否定し力によって権力を奪い取る社会風潮のことを言います、さあ下克上実現となるか笠原、受け止める那須川天心、試合が開始です、始まりました那須川天心の2020年、さあロングスパッツを履いてこのリングに上がってきました笠原、宮城さん、はい、笠原がどういう戦いをするか注目ですね、そうですね、まあ、天心選手あのスワキム選手とあと前ブレイドで小笠原幸典選手とやった時にちょっと長身の相手苦手なのかなっていうのはちょっとだけ見えた部分があったので、はい、まあ、あの笠原選手はそこがちょっとあのチャンスかなっていうのは思いますね、そうですか、はい、大沢さんはこの笠原はどうやって攻めていけばいいとお考えですか、そうですね、まあ、本当にその気持ち的にこの那須川天心に臆してなければいいなと思いますね、まずはは精神的に同じところで戦えてれば、大丈夫大丈夫、今右当たりましたかね、おお左行く、ダウン、いきなりダウンだ、ナイス、いきなりダウン、左す、ね、すごい気持ちではどうでしょうか、どんな気持ちか、笠原しっかり前向いて、ここでビビらないで、はい、ッしですあ右ダウン、2度目ダウン、合わせましたね、やばいですね、いやすごい、全ての次元が違うのか、本当にすごい、さああと1回のダウンで負けとなります笠原、失うものは何もない、行ってもらったダウン、早かった、これぞこれぞ格の違い、見せつけた、そして2020年の那須川天心がついに始まった、はい、今日のファイナルマッチ最高の試合してください、3分3ラウンドです、思いっきり、お願いします、はい、すごい、はい、よし、思いっきり、よっしゃ、ワンワン、はい、7, 8,
Come on, John!
ただいまの試合は第7ラウンド2分56秒。